手取,り手取り14万の人は悪くない。悪くないと。これで行きましょうか。まあ悪くないっていうのは多分知らないだけじゃないですか。でも悪いとするならば知っているのにやらないのは悪くないですかそして知ってるけど挑戦しないのに不平不満を言っている知っているんだけど挑戦しない。そして今の給料に文句を言ってる。それは いや、知ってるんだったら挑戦すればいいじゃんって話じゃないですか。いや、100歩譲って知らないんだったら、それはしょうがないよね、と。で、なんでこの話をしてるかっていうと、久保さんのコメントにね、ありました。私は引っ越し業者と介護しか知らないから、偉そうに言うつもりはありませんが、一つ言おうっていうね。要は、この引っ越し業者と介護しか知らないっていうね。まあ、しょうがないですよねそ。それしか知らないんだったら。ただ、でも久保さんの動画にコメントしてるってことは、もう、 何かしら、まあ動画見てるのか分かんないですけども、まあ気づいた、知ってる、うん、何かしらその新しいその可能性はあるんじゃないかなっていうのは、分かんないです。このコメントが久保さんの動画を見てコメントしてるのか、動画見ずにコメントしてるのかちょっと分かんない、なんとも言えないですけど、知らなかったらしょうがない。でも知ったら挑戦しますしないですかって話です。うん。だから結局その、まあ、ヨザーさんも言ってましたね、フェラーリのね。 うん、なんか、フェラーリぐらい買えない人生どうなのみたいな。うーんなんか、ん挑戦す,するっていうのが大事なんじゃないですかねうん。単純にその、知らなかったらしょうがないですよ。でも逆に言うと、知ろうとしない。<laughs> 手取り14万ふざけんなうん。ブラック会社ふざけんな。 他に何か方法ないかな他になんか稼ぎ方ないかな他に副業ないかな他に転職先ないかな知ろうとする。探そうとする。それをしないで、もし文句言ってるんだったら、それは良くないですよねうん。自分で自分、自分の人生は自分で決められるわけですから、自分の人生を変えたいんだったら、自分で情報を取りに行かないといけないし、自分で行動しないといけないし、自分で挑戦していかないといけないわけですよ。うん。でも知ってもやらないんだったら、 あの、知る必要もないかもしれないですね。ずっと文句を言う人生で終わってしまってもいいと思います。まあ本当ね、人生ってあっという間に終わるんで、うん、だそこをね、深く考えた方がいいですよ。与沢さんじゃないですけど、深く、えー、後悔して深く考えて、深くなんちゃらっていうね、ありましたけど、マジで深く考えた方がいいです。うん、10年後、20年後、30年後、40年後、だって普通に生きてたらは、 あの、平均寿命は80歳とか言われているし、じゃあこれからの30年、40年の、その医学の進歩ってどうすか多分昔の医学の進歩より、かなりの倍速スピードで僕は医学が、あの、なんだ、進化していくと思うんですよ。進化しないってことを考えられますいや、吉田さん、あの、医学はもう進化、これ以上進化しませんみたいなね。いや、絶対進化するでしょう。え、進化したら、病気治せちゃうんですよ。い病気治せちゃったら、長生きするんすよ。 大丈夫ですかだから僕たちっていうのは、あの、長生きします。ねだって医学が進化するんだから。でしょだから、そういうのも全部トータル的に考えると、あのー、なんだろうな。じゃあ、老後どうするって話じゃないですか。だからそういうのも全部考えた上で、じゃあ今何しないといけないのかっていうね。ちょ今、フルマックスで限られた時間何に使うべきなのか、何を取りに行くべきなのか。 何に挑戦するべきなのかっていうのをしっかり考えてやるべきだと僕は思いますけどね。まあ結局、最低、最低な人っつうのは何も知ろうとしない、探そうとしない、挑戦しない。だけど、文句を言って、不平不満を言っている。これはもう最低ですね。僕からすると。申し訳ないですけど。うん。え、それ自分でな、あの、切り開けよっていう。 いや、で、多分こんなこと言うと、いや、そんな、俺と、そういう違うんだよ、みたいなね。俺はこうなんだよ、っていや、いいんだけど、じゃあ分かりました。じゃあ、OK。じゃあ、あなたはあなたで OK です、と。グッジョブじゃあ、一生その不平不満を言い,言い、言い続けて生きていくんですか、と。それがイエスって答えるんだじゃあそのままどうぞって話ですよ。で、それが嫌なんだったらやればいいじゃんっていう。不平不満あるんだったら違うことやればいいじゃんっていう。すげえシンプルなんですよ。 でも、これを言うと、いや、でも、ああだこうだなんですよね。どっちやねん、みたいな。どっちやねん、と。お前の人生どうしたいねん、と。知らんがな、と。<laughs> これね、ああ言えばこう言うですからね。もう、もう、もう、あの、キリがないので、まあ、しょうがないんですけどね。まあ、シンプルに、変えたいんだったら変えればいいだろうし。で、昔と違って今は情報を取りに行けます。インターネットあるわけですし。 うん、そう。もう環境もデバイスもあるんですよ。15年前インターネットね、そんなに普及してなかった時、情報なかったですからね、今。今僕、僕からするとね、久保さんもそうだと思いますけど、今なんかマジですごいんですよ、これ。プラットフォームもこんだけ、YouTube なんかすごいことですよ。革命ですよ、こんなのは。革命。もうサーバーどうしてんねんだよ Google さんのサーバーどうしてんねんみたいな。 どんなサーバーが、なんかすごいらしいですけどね、サーバーの、その、なんかあの、街、街が全部サーバーみたいな。全部タダなんですよ。ね、落ち、動画落ちないでこうスムーズに再生させるってどんだけすごいことがわかりますいや、すごいですよ、これは。マジで。1億トラフィックとかにも対応できるんですよ。やばないですか。ライブ放送30万人、なんだ、誰だっけ ?20 万人だったかな。 あの、うんと、なんか、マスクかけてる人いてるんですけど、その、なんか、同時接続20万人とかね。やばないですか。<laughs> 20万人同時で接続しても落ちないんですよ。ライブ。マジやべえっすよ <laughs>。これね、ほんと昔無理ですからね、こんなの。20万人が同時にアクセスしたらサーバー持たない持たない <laughs> 持たないですよ。Google マジすごいっすよ。これだって無料ですからね。 これ無料で貸し出してんだから。まじ神ですね。と僕は思いますけどね。だからそういうのをね、使えるわけじゃないですか、今。うーん。だそれでやらないんだったら、情報探しに行かない、やらないんだったら、それはもうしょうがなくないですかもう。うん。僕はもうそんな人生を送りたくないんで、日々挑戦しますよ。だって嫌だもん。そんな人生。手取り14万の人生なんか絶対嫌ですね。 絶対です。絶対です。だって、あの、ガソリン代どうすんのって話で。GTR もね、あの、維持、売らないとダメですよ。14万だったら、うん。で、好きなところ、あの、なんか車で行ったり来たりとかできないですよ。自分の好きな選択ができないですよ。もう限られた選択しかできないですよね。うん。そう、上を見たらキリがないですけども、ある程度の許容範囲の、 あの選択はできた方が僕はいいと思いますうんもう本当にちょっとのことでもいいと思うんですよだから僕はスーパーに行った時にすごく思うことがあるんですけどまあいっぱいその値札があるじゃないですかスーパー行くとね僕実際するんですけどスーパー行くとまあ高いものもあればあの安いものがあってまあ僕にんにく好きなんですけど本当にね中国産のニンニクと青森県産のニンニクのこのね価格差がねまあ半端ないんですよ ま、半端ないっつっても200円ぐらいなんですよ。2 300円の差なんですよ。だけど、中国産の場合は安くてブワー入ってるんですよね。でも、青森県産のニンニクは1個で300円とかするんですよ。でも差と、差としては200円、300円の差なんですよ。でもこれお金がないと、その2 300円の差ですら選択できないんですよ。高いっつって。卵もそうです。卵もね。 あの100円とか200円の差なんですよ。100円200円払ったら、美味しいた生卵買えるんですよ。でも100円200円の差なんですよ。だけど、金がないと、あの78円のタイムセールに並ばないといけないし。でも100円200円の差ですよ。それを埋める努力さえできれば、別に選択できるわけですよ。昔はね、僕はそれは選択できなくて、今は選択できるようになって、すごくね、ありがたいなと思いますね。 うんもうほでも安いものはや、なんか、あ、これお得だなと思うのは、未だに買いますよ。なんかその、ほうれん草98円。お、安いな。98円買いますよ。買うけど、まあ卵とかニンニクとか、なんかそういうのは、なんかあの、ちょっといい卵買ったりとかね。ニンニクも日本、あの、中国産は絶対買わないし。まあちょっとですよ。いや、それぐらいね。でもそれぐらいの幸せを僕は得てるんですよ。 なんかいつもね、なんかありがたいなって。昔はだって安売りのね、それしか買えなかったから。うーん、高えなーっつってね。でも、200円、300円の差なんです。1万円の差はないんです。スーパーで1万円の差はないですよ。数百円の差です。でもその数百円の差が出せないんですよ。お金がないと。手取り14万だったら多分出せないですよ。うーん。でもそれって頑張れません数百円ですよ。 多分頑張れるはずです。数百円の差を埋めるっていう。人生何十年あるんですかその何十年の中で数百円の差を埋める努力、挑戦。しようよと。しようせと。物申したいですね。いってらっしゃい。